京都競馬場第8レースは4歳以上500万円以下、ダートコース1800メートル、出走11頭です。ゲート入りはスタンド前で行われています。4番名勝天文入りました。8番サージュミノル。内で2番アースシンフォニー、ゲートインを終えます。最後の1頭は11番シンハラージャ。ゆっくりと引かれてゲートの中へ収まってゲートイン完了。スタートしました。ポンとコーダッシュ、1番ダノンインパルスが切っていますが、これをかわして4番名勝天文主張していきます。6番ヒストリーメーカーとの前2頭の争い、内1番ダノンインパルスは3番手、4番手は8番サージミノル、内5番手3番チャーチタウンです。1コーナーを回ります。あとは5番クリノアパッチ、その後ろ11番シンハラージャ、1コーナーを回っていきました。7番疾風高麗は現在後ろから3頭目です。1コーナーを回ってまず逃げるのは4番名勝天文です。リードは1馬身で2コーナーを迎えます。6番ヒストリーメーカーが2番手になりました。2コーナーを回って向こう上面へ、3番手は外8番サージュミノル、内4番手1番ダノンインパルス、馬群の中に入っていく3番チャーチタウンと広がっています。あとは3馬身後方、前から6頭目5番クリノアパッチ、その外並んでいく11番シンハラージャ、前までは5、6馬身の位置。あとは4馬身5馬身後方、2番アースシンフォニーが行って、内10番サイモンサーマル、あとは7番疾風高麗が行って、3馬身後方9番ウィンネプチューン最後方。 1000m は64秒0の通過。これから3コーナーを回っていきます。逃げる4番名勝天文、リードは半馬身ぐらい。6番ヒストリーメーカー2番手600を切りました。2馬身後方単独3番手ムチが入って手が動いている8番サージュミノル、4番手は11番シンハラージャ、動いていきました。これを見るように7番疾風高麗も先段に取り付こうとしています。4コーナーを回って直線に向かいます。今度はかわして6番ヒストリーメーカー先頭に立つか、うちは4番名勝天文頑張っている、現在2番手、あとは8番サージュミノル、外からは11番シンハラージャ、その3馬身後方に7番疾風高麗、現在4番手、前の争いは今度は11番シンハラージャか、粘っている6番ヒストリーメーカー2頭の争い、あとは3馬身後方7番疾風高麗、ようやく3番手に上がってきた、前は6番のヒストリーメーカーだ、粘り切って合理、11番シンハラージャ2着、あとは開いて7番疾風高麗3着でした。6番ヒストリーメーカー道中2番手追走から直線で先頭に立って、11番シンハラージャの追撃をわずかに抑えています。6番ヒストリーメーカー鞍上旗畑翔吾騎手、11番シンハラージャ2着、7番疾風高麗、この2頭から大きく開いて3着でした。タイムは1分54秒1、上がるタイムゴールまでの 800m は50秒0、600m は37秒6でした。2番手追走6番ヒストリーメーカー、早め先頭に立って人気の2頭、11番シンハラージャと7番疾風高麗を抑えています。6番ヒストリーメーカーは中央転入初戦、鮮やかに振り切って勝利を収めています。鞍上旗畑翔吾騎手、11番シンハラージャ中段から追い上げましたが及ばずの2着、シンハラージャが動いたのと同時に動いていった。7番疾風高麗、前の2頭とは置かれての3着、その後ろ9番のウィンネプチューンという順番です。6番ヒストリーメーカー、今向こう上面から2コーナーそして1コーナーへと引き上げようというところです。第8レース4歳以上500万円以下が終わりました。6番ヒストリーメーカーが1着、2着11番シンハラージャ、3着7番の疾風高麗、4着9番ウィンネプチューン、5着1番のダノンインパルスでした。確定までお待ちください。